皆さんこんこにちは今回は中島健人さんについてご紹介します。是非最後までご覧いただき気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価・コメントをよろしくお願いいたします。2024年2月1日元 E ガール S 鷲尾玲奈さんが自身のインスタグラムストーリーズを更新しました。ワシオレナさんといえば先日旧セクシーゾーゾン 中島健人さんとの熱愛報道が話題となりましたということでインスタでの匂おわせ疑惑にも大きな注目が集まっています鷲尾玲奈さんはインスタにて「ネイルも変えたカットもした」とつづり鏡に映った自分の姿をスマートフォンで撮影した画像をアップしていますこの時彼女が使っていたスマホはワイヤレス充電対応のクリアケースにチェキのようなものを挟んだデザインでした するとネットでは「中島健人のスマホケースと同じ?と」と匂おわせを疑う声が相次ぐことになってしまったのです。というのも昨年12月1日中島健人さんも彼女と同じような自撮り写真をインスタにアップし似たデザインのスマホケースを使っていたことが分かっています。今回2人の匂おわせ疑惑が話題になるとネットでは「普通にお揃いアピールで笑った」「大胆すぎる」 もううわせというか単なるカップルでは人差し指と中指を開いたスマホの持ち方まで合わせに来てると話題になりましたそんな中中島健人さんのインスタにはにおわせ疑惑に対する辛辣な意見が集まったといいます鷲尾玲奈さんのインスタはコメント欄を制限しているのでにおわせ疑惑の投稿が荒れることはありませんでしたしかし中島健人さんの方はコメント欄を開放しているため 今回の件についてファンから女を注意して「中学生じゃないんだからセクシーゾーンを卒業して一人になる時に女に溺れてる場合か」などと怒りの声が書き込まれる事態となっています。ということで当然のことながら荒れてしまいました。中島健人さんは熱愛報道の際所属事務所を通じて「鷲尾さんは尊敬するアーティストさんであり友人の一人です」と交際を否定していました。 にもかかわらず匂わせ疑惑が発覚したことで納得できないというファンも多いのでしょう中島健人さんとワシオレさんのスマホケースは偶然お揃いだったという可能性もありますしかし熱愛報道があったことで女性側のマウントと捉えてしまうファンもいるようですそんな中島健人さんがモラハラ気質なのではと噂されているようです中島健人さんといえば 3月31日付でセクシーゾーンの卒業を発表して最近話題になったばかりですそんな中島健人さんがなぜモラハラ気質だと言われているのか理由を調査しましたまずは中島健人さんのプロフィールを紹介します中島健人さんは1994年3月13日生まれの30歳です身長1 7 6センチ血液型は A 型です 中島健人さんは中学3年生の時に旧ジャニーズ事務所に自ら履歴書を送りオーディションを受けて合格しました2011年にセクシーゾーンが結成されメンバー最年長の中島健人さんは当時17歳でしたファンから「ケンティー」の愛称で親しまれセクシーゾーンの中核的な存在でもあるため2024年3月に卒業することを発表した時は世間に衝撃が走りました 現在俳優としての活動も多くなっており卒業後もドラマやバラエティ番組への出演を続けていくものと思われますそんな中島健人さんについて調べてみると気になるワードが見つかりましたヤフーの検索バーに中島健人さんの名前を入力したところ「モラハラという気になる関連ワードが見られたのですこれは一定数以上の人が「中島健人モラハラというワードで検索をしているということです 試しに SNS 上で検索をしてみたところ「中島健人」「モラハラ」というワードをセットでつぶやいている投稿がかなり多く見つかりましたなぜ中島健人さんにモラハラの噂が立っているのでしょうかここからはその理由を見ていきたいと思います理由を調査してみたところ大きく次の3つの理由に分けることができると思われます1つ目は熱愛報道です先ほども取り上げましたが、 2024年1月にわしおれなさんとの熱愛が報じられましたそれを受けてファンから批判の声が続出しましたもちろん祝福の声もあります批判の声が上がる発端となったのは報道後に発表された中島健人さんのコメントでしたわしおれなさんは尊敬するアーティストさんであり友人の一人ですとのコメントを発表しましたがこれにファンが落胆しましたというのも 報道の一週間前に放送されたグータンヌーボにスペシャルに中島健人さんが出演した際男女間の友情なんて成立しないという発言をしていたのですこれを受けてファンからは次のようなコメントがたくさん寄せられたのですケンティーつい最近男女の友情は成立しないとか言ってたよねねえねえ男女の友情は成立しないとか言ってたケント君が 二人で海外に旅行に行くほどの女性を友人って言っちゃってるの何かのギャグですか友友人人のの一人男女の友情は成立しないいとつい先日言ってませんでしたかなどのコメントが続々と寄せられる形となってしまいました長年応援してきたファンにとっては突然の熱愛報道に加えて矛盾した言動に腹が立ったのかもしれません批判の声は日に日に勢いを増しており中には中島健人さんから「 もらはらを受けた気分というう連続投稿ままで見られるようになります可愛さ余って憎さ100倍という言葉がありますがまさにこれまでファンとして愛情を注いできた分裏切られたような気持ちになった方もいたということではないでしょうか幸せを願うのが本物のファンという意見もありますがそう簡単に割り切れるものでもないのでしょう2つ目はドラマの役柄です 中島健人さんが2021年に出演した「彼女は綺麗だった」で演じた副編集長の役がまさに「モラハラ」的な役でありドラマ放送時には「中島健人さんモラハラ」というキャラが確立していたようです。彼女は綺麗だったの他にも2015年に放送された「黒崎くんの言いなりになんてならない」で見せたド S キャラも好評だったようで。 ドラマの中では中島健人さんのモラハラ説は結構前からささやかれていたようです。3つ目は嫉妬深い性格です。中島健人さんは以前インタビューで自らを「嫉妬深い性格」だと語っていました「いや僕は女性に対してあんな態度は取らないです」「お前は俺の奴隷だ」なんて絶対言わないですし「俺の彼女」くらいは言うかもしれないですけど「わら」でも 一つだけ似ている部分があって僕はすごく嫉妬深い人間なので自分の好きな人が他の人と仲良くしているのを見るだけですっごく腹立つんですよ。ジェラ男なんです。黒崎くんもヒロインのユウが黒崎の幼なじみで恋のライバルでもある匠と仲良くしているところを見て嫉妬していたじゃないですか。その気持ちには共感できたな。演じていてすっと入り込めました。 と以前述べていましたこれはファンの間では周知の事実のようで逆に「かわいい」と受け入れられていました世間のモラハラ男は嫉妬深い性格であることが多いので中島健人イコール嫉妬深いイコールモラハラというイメージが一部のファンの間で根付いたのではないでしょうか中島健人さんについて調査している過程でもう一つ気になる関連ワードを見つけました「終わった」というワードです こちらのワードで検索している検索者の意図は様々だと思いますが、SNS 上ではやはり今回の熱愛報道卒業発表というダブルパンチを受けて、中島健人さんがアイドルとして終わったという意味の書き込みが複数見つかりました。ただこちらについては、ドラマなどで前向きに活動を続けている中島健人さんを応援するコメントが再び増えてきており、 一時期に比べて批判するコメントは減ってきているようです中島健人さん自身30歳を手前に相当悩んだ末での決断だったのではないでしょうかショックを受けているファンもまだまだ多いと思いますが少しずつでも理解を示す人が増えていくことを願うばかりですさて前述の通り中島健人さんがグループを卒業しました同じセクシーゾーンのメンバーである菊池風馬さんがブログで卒業ではなく 脱退という言葉を使ったことが話題になっています。発表された文面を読めば、中島健人さんの脱退は本人のやりたいことを尊重した前向きな決断だったことがわかります。メンバーも納得しての中島健人さんの卒業のようですが、菊池風磨さんが脱退という言葉を使ったことから、2人の関係が悪化していたのではないかと憶測されています。また、2人の不仲説もあるようなので、真相を調査しました。 まず最初に中島健人さんの脱退理由は菊池風馬さんとの不仲が原因ではありませんこの2人はジュニア時代から新芽と言われる相方のような存在で不馬の愛称もありますシンメトリーの略で立ち位置が左右対称になる2人組を指し新芽としてファンがついたり2人のやり取りが話題になったりします一番仲のいい2人でもありライバル関係でもあります 菊池風磨さんが「脱退」という言葉を使ったのは応援しながらもどこか悔しい気持ちもあったそんな寂しさの表れだったのではないでしょうか中島健人さんと菊池風磨さんは過去に喋らない不仲の時期があったことを菊池風磨さんが告白していました二人が20歳前後の頃お互いの思っていることを言えずにたまってしまうという新目だからこその不仲時期があったそうです それを解決してくれたのが先輩の山下智久さんだったそうで2人の関係に気づき助言をしてくれたといいます2人はきちんと話し合い今では仲のいいい関係に戻っているそうです。ところでセクシーゾーンメンバーが交代でパーソナリティを務めるラジオセクシーゾーンの QRZONE の2021年8月2日及び4 5日の放送回に中島健人さんが登場しました 2日の放送回で女優小芝風花さんとダブル主演を務めているドラマ「彼女は綺麗だった」共演中の赤楚衛二さんとした「ある約束」について語っています撮影現場で小芝風花さんや赤楚衛二さんとオフの日の使い方について話題になったといい非常に悩んでいるのが「オフの日の使い方が下手くそなんですよ」と明かした中島健人さん。例えば朝9時に起きた場合 1> 朝1時間ゆっくりした後まだ10時か映画でも見ようかなコーヒーでも飲もうかなちょっと外出ようかなと考えていても気づいたらスマホかタブレットを見て夜の9時とかになってんのよマジでと1日のほとんどをスマホやタブレットを見て過ごしてしまうようでマジでほんと良くないなと反省しているというのです一方赤楚衛二さんからケンちゃんさ オフの日何してるの?」と聞かれた際「オフの日は一日中ダラダラしてる」「仕事もしてるけどたまにサウナとか行くよ」と答えたところ赤楚衛二さんから「ケンちゃんさもし緊急事態宣言明けたらオフの日に俺とサウナ行こう」と誘ってもらったそうです「これに中島健人さんはいいね」と返したようですが同時にサウナの中ってタブレット持って行っていいんだっけ とも考えてしまったため「俺もうダメだよね」「末期だと思う」「俺はもうねタブレット病なんだよね」と反省していました続けてでもそれは決して「俺タブレットでエッチな動画見ないから全くタブレットでエッチな動画を見る気になれないのよ」なぜかというと「動作が重いから」と謎の報告をしていましたいかがだったでしょうか今回は 中島健人さんについてて深掘りししきました中島健人さんがグループを卒業した本当の理由は何だったのかというと30歳という節目の年だからグループ名が変更になるからという理由でした中島健人さんは年3月で30歳になりますこの節目の年に今後の自分の活動について改めて考えソロとして新しい決断をしたようですセクシーゾーゾンは 2024年4年月からグループ名を解明タイムレスすることを発表しています13年間親しんできた名前であり中島健人さんといえばセクシーを売りにしてきましたグループ解明のタイミングが節目になったようです新たな活躍の場が広がることを楽しみにしたいと思います皆さんの意見をぜひコメントで教えてくださいご視聴ありがとうございましたこの動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録・ 高評価をお願いします。